6時になりました。2月1日火曜日6時になりました。おはようございます、寺島直政です。外はまだ真っ暗ですね。 3.4 度、北寄りの風が 3.6 メートル、湿度は 39% です。今日も関東地方広く乾燥した晴れの天気続くでしょう。そして午後ですが雲が出やすくなる見込みです。日中の天気の崩れはありませんが、夜から山間部で雪が降り出すでしょう。最高気温は10度くらいの予想です。昨日とほぼ同じで平年並みでしょう。風が強めに吹きます。沿岸部ほど寒く感じられそうです。どうぞ暖かくしてお過ごしになってください。東京地方今日は晴れのち時々曇り、明日は晴れ時々曇り、乾燥注意報が伊豆諸島を除いた関東各地域、低温注意報が茨城県栃木県に、波浪強風注意報が伊豆諸島に出ています。今朝のコメンテーターはアセットマネジメント1株式会社シニアエコノミスト村上直樹さんです。村上さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先々週の木曜日ですよね、はい、村上さんに初登場をいただきまして、はい、まあもう大好評でどうもありがとうございます。いいと思います。明快なこの解説ぶりだっていうふうにですね、そうですか。今日も頑張ります。いやいや、よろしくお願いいたします。はい、今日2月1日、まあ、月も変わりましてですね、なんか2022年もあっという間に1月が過ぎて、もう2月ですね。はい、何かこの村上さんが例えば切り替えというのは、やはり一番この大きなきっかけというのは1月1日ですか？まあそうですね、まあ、よくね、はい、年度末から、ね、4月だとか、はいはい、あとは、まあ、あの中国あたりだと、まあ、今日ですよね、はい、春節ですからね、まあ、いろんなこの切り替え方がありますけれども、ただやっぱりこの日本見渡してみると、少しずつこのピークは超えたとはいうものの、やはりこの自分たちの周りには、新型コロナウイルス感染する人が後を絶たないなっていう感じは、はい、ありますね。そうですね、身近にもやっぱり増えてますよね、そうですね、僕の周りもそうですけれども、はい、まあ、これはもう連日申し上げておりますけれども、そんな重症化はしないということではあるんですけれども、まあ、あの最近の傾向を見ると、若い方、先ほどもお伝えしましたけれども、東京に限ってお伝えすると、この11751人、昨日年代別、ごめんなさい、11751人、この陽性者というのが確認されました。で、年代別見ると30代以下が 63%、 一方65歳以上の高齢者も、まあ、少しずつ増えてきているという、はい、このあたりはちょっと心配そうですね、はい、やはりこの重症化、あと基礎疾患をお持ちの方もその重症化しやすいと言われている、まあ、このあたりは非常に気がかりではあります。さて、いろいろなニュース今朝入ってきております。まあ、今日午前4時34分ごろ、神奈川県東部震源とする地震がありまして、東京で震度3を観測しました。まあ、この東京で震度3といってもですね、震度3観測したのは東京の千代田区ですね、もっとこの、細かく言うと千代田区大手町が震度3で、震度2が東京都港区海岸、この文化放送になります浜松町も港区なんですが、海岸というとここから、まあ、10分歩かないくらいのところが震度2、ただ文化放送のこの震度計は震度1を指したという、まあ、この町々の震度だったんですが、村上さんは地震気づきました？あ、ちょ起きてたんで、あ、少し揺れたなっていう思いましたけど、やはり気づかれましたか、はい、そうですか。おそらくラジオ機の方の中では、あったのっていう、まあ、そういう状況の方もいらっしゃることかと思います。さて、他の話題に移ります。セブン&アイホールディングスが傘下の百貨店事業会社そごう・西武を売却する方向で最終調整に入りました。複数の投資ファンドや事業会社が候補になる見通しです。不振が続いていた百貨店事業を切り離し、海外中心に成長を見込むコンビニ事業に経営資源を集中するとしています。セブン&アイは2006年にミレニアムリテイリング、
現そごうと西武、これを現金と株式交換によって2000億円を超えるこの価格値段で子会社化しました。でその後ネット通販も台頭して客足が遠のいて店舗数は完全子会社となった。2007年2月期の28店舗から足元で10店舗まで減少しています。一部店舗をショッピングセンター化するなどのテコ入れを図る一方で百貨店は成長が見込めず改装もほとんど行っていません。そして2021年去年2月期にそごう・西武を中心とした百貨店事業の有利子負債1461億円でした。でこのコロナ禍での営業自粛も響き21年2月期の百貨店事業の営業損益66億円の赤字、22年2月期も45億円の赤字になる見通しとしています。いや村上さん、これ百貨店はどこも苦境のようですね。そうですね、まあ、あのコロナっていうこともあるんですけども、やはりそのコロナのもう前からやっぱりこの百貨店っていうこの、まあ、形態、売り方、小売店の形態がやっぱりちょっと厳しくなっていたってことがあると思いますので、まあ、やむを得ない動きじゃないかなという気はしますけどね、はいはい、で国内のコンビニは市場の伸びが止まっているんですけれども、海外は成長が見込まれています。セブン&アイはおよそ2兆円を投じてアメリカガソリンスタンド併設型のコンビニスピードウェイを買収済みです。今後は国内事業の売却などで資金を確保して海外での成長投資に充てる方針ということです。このコンビニ事業に集中するセブンの戦略ですが、村上さん、これはどうご覧になってますか？まあ、百貨店は、まあ、そういうところ難しいので、やっぱりまだコンビニも飽和状態になりつつあるんですけども、やっぱり利益率は高いですからね、まあ、そこに集中するというのは、まあ、企業の戦略としては、まあ、妥当というか、まあ、そういう方向に行っちゃうんだろうなという気はしますけどね、はい、これはそうすると今私がお伝えした中ではそのアメリカですよね、はい、アメリカガソリンスタンド併設型のコンビニのスピードウェイを、まあ、買収してそこをもっとテコ入れしていこうと。そうですね、はい、これセブン&アイとしてはもっと他の国にもこう派生していこうというか、まあ、日本でうまくいってるモデルを、はい、やっぱりアメリカでもやっぱりもうちょっと工夫すればやっぱりこう、ね、売り上げが伸ばせるとか、よりよくそのスムーズにこう、ね、あの物を仕入れて売るっていうところが、まあ、そのノウハウを活かせるっていうそういう判断なんでしょうね。もともとコンビニってアメリカで生まれたんですよね、はい、でも日本でやっぱり一番こうなんていうんでしょう、広がったし発達したっていう部分があるんで、まあ、そのノウハウっていうのがやっぱり活かせるということじゃないかなというふうに思います。ですね、はいはい、時刻6時12分です。今朝のコメンテーターはエコノミスト村上直樹さんです。ニュースピックアップ、こちら読売新聞、都に緊急事態、総理慎重。岸田総理は昨日の衆議院予算委員会で新型コロナウイルスの感染拡大に伴う東京都への緊急事態宣言発令について、少なくとも現時点では政府としては検討していないと述べ、慎重な考えを示しました。政府は当面現在適用中のまん延防止等重点措置の効果を注視する考えです。緊急事態宣言が出ますと、都道府県は学校などの施設の使用制限ですとか飲食店の休業要請命令ができます。政府の指標では医療施設のこの逼迫度に応じた5段階のレベルのうち2番目に深刻なレベル3になると宣言が検討されます。都が現在1段階下のですね、レベル2です。でレベル3は一般医療を相当程度制限しなければコロナ医療の対応ができない状態と定義されています。で具体的にはコロナ向けの病床使用率や重症の病床使用率が 50% を超えた場合などに、都道府県が新規感染者数、あとその増加状況などを勘案して総合的に判断するとしています。緊急事態宣言の必要性です。まあ、岸田総理は少なくとも現時点では政府としては検討していないと、まあ、東京都への緊急事態宣言ですね、50% に使用率が、病床使用率が、まあ、近づいているからというところなんですけれども、この必要性、村上さんはこれはどうですか？まあ、判断難しいと思うんですけれども、はい、まあ、オミクロンはね、ちょっと性質が違うんで、そこは柔軟に判断した方がよくて、まあ、僕は結構、
まあ、岸田さん、前の基準で、要はレベル3になったら、機械的に、まあ、引き上げて、はい、緊急事態宣言やってしまうのかなと思っていたんですけども、まあ、予想以上に少し柔軟かなっていうには少しは見直したんですけども、はい、まあでも結局はそのね、医療業界からこれはもう持たないって言われちゃうと、あまり、じゃあその緊急事態宣言出したからじゃあ、それどれだけ人流がね、抑制されるかって分かんないんですけども、そこは不確定のまま結局やっちゃいそうかなっていう気はしますけどね、はい、予想としては。ね、はい。まあ先ほどもお伝えしましたけれども、この都のですね、今、この新型コロナの患者用の病床使用率は 49.2 です。で、一方では重症患者用の病床使用率というのは 5.1%、 先ほどお伝えしたようにですね、このレベル3のところには重症病床使用率が 50% を超えた場合などにというところがあります。総合的にもちろん判断するわけなんですが、今東京の場合は重症患者用の病床使用率が 5.1 ですから、まだこれは低いんじゃないのとラジオ機の方も思っている方もいらっしゃるでしょうね。で、先ほどもお伝えしました、都は病床使用率が 50% になれば、宣言要請を検討するとしてきました。で、49.2% 昨日の時点でですね、という状況です。一方、大阪を見てみると、重症病床使用率が 40% になれば、宣言を要請する方針だとしています。まあ、府の基準では31日、昨日の時点で 15.4% となっています。改めて村上さん、重症者向けの病床はまだ余裕があるようですね。そうですね、はいはいはい。あとは今日からですね、東京都自宅療養者の健康観察のやり方というのも変えました。新しくなったところはですね、50歳未満の方でその、軽症もしくは無症状の人というのは自分で健康観察を行ってくださいね。だいたいこの先こういったケースの人が6割になるというふうに言われています。まあ、このあたりでも少し、今までとはちょっと違った、形になりつつあるようですね。続いてはこちら、読売新聞。燃料高騰、電力苦境。原油や LNG 液化天然ガス、この価格の上昇により電力大手の業績が悪化しています。東京電力など6社は2022年3月期の最終利益が赤字に陥る見通しです。電気料金には燃料の変動分を転嫁できる制度がありますが、すでに転嫁できる上限に達した電力会社もあります。東北電力は22年3月期の最終利益の見通し230億円の黒字から450億円の赤字に下方修正しました。赤字は9年ぶりとなります。他の電力大手も相次いで業績予測をこの下方修正しています。で、東京電力の22年3月期の最終利益410億円の赤字と従来予想から赤字幅がおよそ250億円拡大しています。中部電力も450億円の赤字と8年ぶりの通期赤字を見込みます。村上さん、ここ最近の燃料高騰、これはどういうふうにご覧になってますか？まあ、これは日本だけじゃなくてですね、国際的に原油価格が上がってるからっていう、原油とかあと天然ガスですね、はい、それが大きく影響してということなんですけれども、確かにその電力会社さんが厳しいっていうのはその通りで、それはもう制度的にそうならざるを得ないっていうのはあると思うんですけども、ただ、社会インフラをこう提供するような企業なんで、はい、これは当然その、赤字っていうのも、あっても、最終的にはこう政府部門がある程度こう補填するとか支援することができると思うんで、あんまりこう赤字だから大変だ、それは会社さんからすれば大変だとかもしれないんだけども、あまりその、だから、燃料だから大変で、そうするとインフレが大変だみたいな話で、単純にそういう方向だけ見るのもちょっと問題かなっていう気はするんですよね。はい、もっと冷静に見なきゃいけない、ってところなんですね。はい。時刻6時19分です。
時刻6時31分です。今朝のコメンテーターはエコノミスト村上直樹さんです。海外の金利上昇が日本にも波及してきたという記事です。昨日にはですね、長期金利が一時6年ぶりの高水準となりました。日銀が長期金利を 0% 程度に固定する超短金利操作、これをですね、導入して以降では最高です。背景にあるのが海外金利の上昇、アメリカの中央銀行にあたる FRBが3月にも利上げに動く、この見方が広がってアメリカ10年債の利回りが一時 1.9% 台まで上昇しています。ヨーロッパでもドイツの長期金利が一時2年8ヶ月ぶりにプラス圏に浮上しています。ただ足元の金利上昇、日本経済のファンダメンタルズ、基礎的条件を反映していない面もあると。 IMF 国際通貨基金の経済見通しでは今年の日本の実質経済成長率 3.3% と欧米や先進国の平均を下回っています。消費者物価上昇率は生鮮食品を除くベースで 0.5% にとどまり、目標の 2% を大きく上回る欧米とは差があるとしています。にもかかわらず海外の金利上昇が日本にも波及してきているということですが、村上さん、これはどう考えればいいんでしょう。波及してるんですけれども、日本の場合は、ほんのちょっぴりしか上がってないんですね。0.1 から0.2 に向かってちょっぴり上がってるってだけで、さっきアメリカはね 1.9% まで一時上がったっていうことですけれども、全然上がり幅が違うので、いわゆるその長短金利操作っていうのは日本銀行やってますから、それはまだ全然効いているんだけども、少しだけ、上がってるって、そういうふうに解釈した方がいいと思いますね、まずね。ということは、ちょっとは上がってるけれども、大したことないでしょそうっていうことですね。ほとんど、若干はね、住宅ローン金利も少し上がってるっていうのはあるんですけれども、日本銀行がその金融緩和を変えなければ、基本的には低金利の状況というのが続くという。で、先ほどご説明いただいた通り、日本のインフレ率はまだね、低いので、だからそこはインフレ率の差っていうのがやっぱりまだ日本とその米欧でやっぱり大きいので、そこの部分はなかなかこれから少し変わってくる可能性はあるんですけども、簡単にはその日本のインフレ率がねアメリカのようにはならないと思いますから、長期金利が上がるといっても、アメリカほど上がるという可能性は非常に低いというふうに思います。でこの日本では長期金利 一時ですね6年ぶりの高水準となったと。低成長が続く日本の経済情勢とは距離があって、住宅ローンの固定金利を押し上げる長期金利の上昇には警戒感も増している。長期金利は固定型の住宅ローン金利との連動性が高く、日本の3大メガバンクはですね、2月適用分の住宅ローンの金利を揃って引き上げるとしています。長期金利の上昇が続けば住宅ローンの金利のさらなる上昇を通じて、個人の消費マインドなどに影響が出る可能性もある、こういうこの指摘もあるんですが、ですけどさっき言ったように、もうちょっぴりとしか上がってないので、住宅ローン金利に関してももうほんの少しは上がるかもしれないけれども、でもそれでその、景気が腰折れしてしまった意味がないので、そこは日本銀行さんが慎重に慎重にその金融、これからね、金融緩和を続けていくっていうことであれば、大きな問題にはならないと思います。これで日本銀行がその、ちょっと変化してきたっていうか、見直しますみたいになったら、これはちょっとどうなっていくんですか。そこはインフレ率がね、これから春に上がっていくっていうのは見えてきてるんで、その上がった時に日本銀行がどう対応するか。で、2% インフレって、これ明確な目標があるので、で 2% インフレで安定すればいいんですけども、一時的に、ね、上がっても意味がないので、そこでなんて言うんでしょう、これまでずっとこう慎重に慎重に金融緩和粘り強く続けてきましたけども、その姿勢がこの春先以降続くかどうかっていうのが一番重要だと思います。これ今 2% インフレという話出てきて、これ少し 2% ぐらいちょっと上がったぐらいでも構わない、全然僕は構わないというか、2% で安定させればいいので、一時的に上振れることは十分あり得ると思いますけどね。また後ほどお話伺います。
時刻6時41分です。今朝のコメンテーターはアセットマネジメントワン株式会社シニアエコノミスト村上直樹さんです。今朝もいろいろニュースが入ってきています。全国の公立の小中学校と高校などで今年度欠員が生じる教員不足が2558人に上ったことが文部科学省の初めての実態調査で分かりました。1897校で欠員が生じ、一部の小学校では担任を置けず、中学校高校では授業が行えないなどの影響が出ていました。一方、今年度採用の小学校の教員試験の倍率、過去最低の 2.6 倍となりまして、このなり手不足、これも深刻な状態となっています。教員めぐっては病気の休職者が高止まりして若い世代の割合が増え、そして産休育休の取得者も多くなり、受験者は減少傾向というこの状況が続いています。まあ、教師取り巻く環境が非常に厳しいものとなっているという、まあ、こういうことのようなんですが、村上さん、これ今のお話聞いてどう感じになりますか？まあ、そうですね、先生も働く、なんて言うでしょう、働いてらっしゃる方なので、はい、当然その病気になればそれは休むっていうのは当たり前で、まあ、多分これまで結構無理して多分ずっとこう働いてらっしゃった方も多かったと思うんですけども、はい、まあ、時代が変わってやっぱりそういうわけにはいかなくなったっていうこともあると思うんですね。ですから、はい、まあ、元々結構、まあ、もうこの先生の職場がちょっとブラック化してるっていう話は結構聞くんで、はい、やっぱりそこの部分をこう少しこうまともに、普通の職場のように近づけるっていうことをしないとやっぱりいけなくて、でやっぱりここはまあ、先生の、まあ、公立の小中学校であれば、これやっぱりその、はい、政府のお金がやっぱりこうずっと絞ってきたことがやっぱりこういう問題を引き起こしている部分もあると思うんで、まあ、ここはねしっかりとこう必要なところにはお金をねちゃんとこうちゃんと支出して、教育っていうのはやっぱり支えていかないといけないなというふうに思いますね。はい、はい、まあ、この以前ね、この子どもたちが小さい頃になりたい職業は何ですかなんていうと先生っていうのはあったかと思うんですけども、はい、まあ、今この村上さんがおっしゃったみたいに現状というのを考えたときにはとにかく仕事量も多いと。そうですね、ね、まあ、結構、まあ、教えるだけでも大変だと思うんですけども、はい、いろんな事務作業とか、まあ、いろいろあったりとかすると思うので、やっぱりそこはやっぱり昔の考えとかではやっぱりこう、昔のこうやり方ではなかなかこう難しくなってるって部分はあると思うんですね。まあ、そこ柔軟にやっぱりこう現場も変わっていかなきゃいけないな、はい、まあ、いずれにしてもその人もお金もやっぱ足りないっていう状況がやっぱり結構一番根幹に、問題の根幹にあるんじゃないかなというふうに思います。人もお金も足りない、はい、ここですね。はい、さあ、それではですね、ここからは村上さんにこのテーマで話を聞きます。なぜ日本はインフレ上昇が限定的なままなのか。欧米の中央銀行がインフレ抑制のため利上げの動きに舵を切った中、日本銀行は現在の大規模な金融緩和の維持を決めました。村上さん、まあ、これも何度もお聞きしておりますけれども、この決定、これは村上さんはどう評価されていますか？日本銀行ですね、はいはい、まあ、それはもうインフレ率がまだ低いので、はい、そこは全然アメリカとかヨーロッパとは違いますという、はい、まあ、そこをしっかりと冷静に、はい、日本銀行はまだ認識してるんで、はい、2% インフレっていうプラスに持っていった安定化させることが重要ですということですよね、はいはい、で今話が出ましたけれども、日銀はこの 2% インフレ、物価上昇率の目標 2% を掲げている中で、一方でアメリカではですね、去年12月の消費者物価指数が前の年の同じ月に比べて 5.8% 上昇しました。伸び率はおよそ39年半ぶりの高水準となっています。で、日本がこの他の先進国とは違ってインフレ上昇が限定的なままではありますけど、これは村上さんどういうことを意味してるんでしょう？まあ、これいろいろあると思うんですけども、はい、僕は思ってるのは、やっぱりその日本ってずっとこう20年ぐらいほとんど物価上がってないじゃないですか、いわゆるデフレっていうことで、はい、やっぱりこう、まあ、我々もその消費者としてもそうですし企業の方もそうですけれども、やっぱり物価を上げるっていうことに対して、はい、なんて言うでしょう、慣れてないというか、はい、全くその、将来やっぱり上がるっていうのがあんまりこう物価が上がっていくっていうのが本当にこうリアルにこう予想というか期待っていうのがしづらい状況になってると思うんですね、
でそれがやっぱりずっと長引いていて、こう我々のその思いというか期待というか、行動を抑制してるというか、こうなんでしょう、行動を制約してるというか、本当であればもしかしたらもっと上がってもいいはずなのに、なかなかこう我々の考えっていうのはこう変わらないっていうことがやっぱり一番大きな、あの日本と それ以外の国の大きな差じゃないかなというのと、それはやっぱりデフレにやっぱり一回陥っちゃうと、抜け出すのがやっぱ難しいんですね、すごくね、はい、そうか、感覚、我々の感覚がもうなんか物価が上がるってことにものすごく違和感を持ってる、で慣れてないし、ってことは将来やっぱ上がるってやっぱり想定しないと、やっぱり多くの人がね、上がると思えば実際やっぱ物価って上がるもんだと思うんですよ、はい、やっぱり心の中で、まあ、ちょっと一部の品目は上がっても、ね、全体が上がるかって言われると、そうは思わないよねっていうふうに多分考えてる人がやっぱり多いと思うんですね、そこはやっぱりやっぱアメリカとかとは全然違う大きな差じゃないかなというふうに思います。まあこの20年その物価が上がらなかった、だからちょっとでも上がろうもんなら、上がっちゃったみたいなね。そう、まあその最近のねメディアの報道だと、なんかちょっとでも上がるとなんか大変だみたいな、まあそれもそういうメディアの報道も問題だと思いますけれども、もっとこう持続的に上がっていくのが普通の状態だっていうふうにやっぱりみんな思わなきゃいけないと思うんですけども、まあ、なかなかそれがなんかちょっとでも上がるとやっぱ違和感を感じるっていうことも問題だと思いますし、まあ、それがゆえに結局そのなかなか物価はね、物の値段を上げられないっていうことにつながってるんじゃないかなという気がしますね、これ冷静にこの基本的なことを考えれば給料が上がる、そうすると、まあ、企業がまず物が売れれば儲かりますよね、で給料が上がる、で物の値段も上がってくるっていう、こういう回転の仕方ですよね、好循環、まあ、経済が良くて、全てが賃金も含めて上がるっていうふうになれば、それはもう全てが良くなるんですけども、上がってくるんですもんね、なかなかその要は、まあ、アベノミクスの中でもやっぱり賃金って、まあ、若干上がったんですけども、やっぱ本当こう目指すところまでやっぱ上がりきらなかった、もうちょっとやっぱこう人手不足っていうのをね、人手が足りない、もっと足りなくてしょうがないっていうになると、企業もやっぱりそれはもう賃金上げなきゃいけないので、そうですね、やっぱりそういう状況までやっぱ持ってかなきゃいけないと思うんですけども、まだそこまで至ってないから、やっぱりインフレ率が最後までこう上がりきらないっていう、まあそれも一つの要因だと思いますけどね、人手不足を作るってことなんですね、もっと強めるってことですね、もっと強めるってことなんですね、そしたら賃金も上がってくる、上がってくるってことですね、そうすれば購買力も強くなっていくってことですもんね、さてそんな中で最近よく耳にするのがですね、悪い円安という言葉です、まあ、円安が進むことでさらなるこの原油高、輸入物価が上昇して国民負担がこの増すというものなんですが、このメディアで目立つ悪い円安、これが起きているというこの主張ですが、村上さん、これいかがでしょう、まあ、円安が悪いっていうのは、まあそのまあ、先ほどの話で言うとやっぱり一部、電力の、ね、料金が上がってるとか、ガソリンが典型ですけれども、まあ、別にこれ国際商品市況が上がっちゃったんで上がってるっていうだけであって、で一部の品目が上がってるっていうことと、あとその円安で確かにその輸入物価が上がってるという部分があるん で、はい、でそれがやっぱり負担になってるっていうとこだけ捉えると、それは悪い円安って言えると思うんですけども、ただ重要なのはやっぱりその為替レートがね、いいか悪いかっていう話はやっぱり経済全体にとっていいか悪いかっていう視点が重要 で、はい、でやっぱりその最近のこうね、メディアで目立つこの悪い円安っていう話は、そのやっぱり一部の品目だけで、一部の品の材だけで起きている価格上昇が負担になってるから悪いんだ、っていうすごいその何て言うんでしょう、ミクロというかピンポイントで見ただけの話が多いので、でも本当にこう円安が全体で悪ければ、それやっぱり金融緩和が良くないっていうことと同じなんですよ、だから悪い、円安が悪いって文句言ってる人はもうこれ以上金融緩和するなって言ってるんですね、日本と同じだと僕は思うんで、まあ、そういう意味でその的外れな議論がやっぱり非常に多くて、その日本銀行が今やっているその金融緩和で 2% インフレを目指してやっていくっていうことが正しいんであれば、別に円安がね、続くってこと自体はこれはむしろ望ましいことだっていうふうに、これは冷静に考えてもよくて、やっぱりその最近のこういろんな議論っていうのはちょっとこう、まあなんていうでしょう、よろしくないというかですね、と思います、黒田総裁も、まあ、トータルで考えれば今の円安というのは日本にとってはプラスになるというふうに言ってますよね、まあ、それを素直にね受け止めればいいんですけども、なんかこうやっぱケチをつけたい人がですね、なんか揚げ足取りのようにね、まあちょっと悪い部分だけこう強調して、言われてることが多いんじゃないかなというふうに思いますね、ですからこの今日銀は
大規模な金融緩和政策やってます、はい、でこれが続くんであればそのさらに円安が進むことになるなってもおかしくないと思います、ね、おかしくない僕は思いますけど、ね、はい、はい、でインフレ率が低いわけですもんね、はい、これね、そうですね、はいはい、で日銀がですね先週公表した金融政策決定会合の主な意見では早期利上げ観測を火消しするこの動きが目立ちました。ここからはどういうことが村上さん読み取れるんでしょう、まあ、やっぱりその、インフレ率が多少上がっても、金融緩和を続けるべきだというふうに黒田総裁もおっしゃってますし、はい、まあ、やっぱりそちらの方の意見の方がやっぱり多いっていうことだと思いますね、今の日本銀行のボードメンバーで、ね、新任の中では、はいはい、でとなるとそのアメリカイギリスでは高いインフレですと、これこの金融財政政策をしっかり行えば日本のデフレもいい方向に向いていく、はい、そうですね、デフレを本当に解消するためには、はい、まあ、できれば、はい、やっぱり 2% 以上の超えるぐらいのインフレまで許容するような金融緩和をこう徹底するっていう、はい、まあ、それが必要で、まあ、それをずっとね、黒田総裁のもと続けてほしいと僕は思ってますけれども、はい、なかなかやっぱりそれをね、あまりよろしくないと思うような人もやっぱりいてですね、だからその悪い円安論っていうのは実はその金融緩和よろしくないっていう議論と同じで、やっぱそういうふうに思ってる人がこう裏でいろいろとですね動いて、まあ、それがこうメディアのね、なんかよくわからない意見につながってるっていうのが僕の最近の見立てですね、はい、あともう一つポイントはやっぱり財政政策ですか、はい、まあ、財政政策もまあ似たような感じで、まあ、これはなかなか岸田政権の下で大盤振る舞いとは言い難いんですぐらいでちょっとこう絞り気味なんで、まあ、そこはちょっと課題ですけどね、まあ、それは日本銀行だけではできないもの、できないものなんですね、はい、はい、ニュース最前線でした。ダバダテラダバダテテラダバダテラダバダテラテラ文化放送おはようテラチューン。時刻6時54分です。さて鉄道の情報入ってきました。 JR 横須賀線人身事故の影響で運転見合わせていましたが、先ほど上下線運転再開しました。なおダイヤに乱れがあります。ご利用の方ご注意ください。今朝のコメンテーターはエコノミスト村上直樹さんです。ロシアによる侵攻が懸念されるウクライナ情勢めぐって、ロシアラブロフ外相とアメリカブリンケン国務長官、電話会談します。ロシアの外務省のザハロワ報道官が1月31日に発表し、タス通信が伝えました。直接会談は現時点で予定されていないと言います。 NATO 北大西洋条約機構の東方不拡大の確約、これを柱とするロシアの要求に対してアメリカと NATO は1月26日不拡大の確約には応じないとする回答をロシアに提示、外相会談の実施は回答を提示後初となります。まあ、簡単に言っちゃうと、ウクライナ NATO に加盟しないでねってロシアは言ってるんですけども、いやそれ約束できないよっていうのが、まあ、NATO 側アメリカ側の反応ですね。まあ、これずっと前からのようですが、ウクライナめぐってアメリカとロシアのこの緊張関係、これは村上さんどうご覧になってますか。ちょっとまあ専門外なんで、はい、まあ、なかなかその将来どうなるかというのは予想僕はできないと思ってるんですけども、はい、まあ、お互いもうこれはもうなんて言うんでしょう、主張はもうなんか折り合うってことはできないような気がするんで、まあ、ずっと長引きそうだなっていう気はしますけどね。これがやはりこの株に影響なんていうのは多少あるんですか。まあ、若干はしてると思いますけどね。ただこれでその、まあ、実際その、クリミア半島の話があったとき、2014年のときあったんですけども、はい、まあ、これで世界の株式市場が崩れたってわけじゃなかったんですね。まあ、なので、まあ、不確実な要因だし、まあ、ヨーロッパは特に、まあ、地理的にも影響大きいと思うし、はい、その天然ガスの価格が、ね、すごい上がってるんで、はい、ヨーロッパの株式市場はもしかしたら少しは影響するかもしれないですけど、その仮にそのなんか軍事的な衝突とかあったりとかするとか、まあ、でも世界的には経済にはどうかなって、ちょっと影響はあまり僕自身は大きくないんじゃないかなというふうに今のところは見てますけど、はい、まあ、ヨーロッパからしてみるとロシアからエネルギー4割ぐらいね、はい、まあ、言ってしまえば使ってるわけで、 そうですね、まあ、それが断たれるとなったら、はい、まあ、これどうなってくるかというと、やっぱりヨーロッパの中の株は変化していく、はい、ということなんですね。はい、まあ、いずれにしても今日ですね、1日電話で会談するという、まあ、こういうニュースが入ってきています。まもなく7時です。
1時になりました。文化放送おはよう、テラちゃん。2月1日火曜日7時になりました。おはようございます。寺島直政です。外はいいお天気ですね。 3.5 度、今朝も冷えてます。風が若干強めで、北西の風が 4.4 メートルです。ラジオ機のあなたの周りいかがでしょう。今日の関東は広く乾燥した晴れのお天気続くでしょう。午後は気圧の谷が近づいてきます。雲が出やすくなりそうです。夜からは山間部で雪が降り出すでしょう。最高気温、東京都心と埼玉千葉10度、横浜11度の予想。昨日とほぼ同じで平年並みでしょう。風が強めに吹きます。沿岸部ほど寒く感じられそうです。どうぞ暖かくしてお過ごしください。東京地方、今日明日ともに晴れ時々曇り。乾燥注意報が伊豆諸島を除いた関東各地域、低温注意報が茨城県、栃木県に出ています。今朝のコメンテーターはアセットマネジメントワン株式会社シニアエコノミスト村上直樹さんです。村上さん、改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日2月1日です。今日からですね、私立の中学校のこの受験が多く始まるというこの日でもあります。先ほどもこの JR 横須賀線、人身事故の影響で運転見合わせていたのが、上下線運転再開しましたが、ダイヤに乱れがあります。これ今はもう時間ぴったりぴったりで動くもんだと思う方も多いんですけれども、こういう大事な時に限って何かアクシデントがあって、そこで慌てちゃうなんてこともあるんですよね。そうですね、余裕を持って。そうですね、こういう時は、村上さんは何かこの受験の際、これはもう大学でも高校でも結構なんですけれども、何かこう気をつけていたことってのありますか？いや、若い頃なんであまり覚えてないんですけど、ただあれですね、最初の試験の時に、2日目に熱を出したことを覚えてます。はい、2日目本番に。あのセンター試験、センター試験の、はい、当時はセンター試験でしたね。はい、熱が出て、はい、もう40度とかですか？結構出たんですけども、多分それは単に風邪だったんですけども、それはなんとかやり過ごしましたけども、大変だったっていう記憶しかないです。集中したんですね。いや、あんまできなかったような、そこはダメだったような、その日はダメだったような気がしますけど。じゃあ、1日目うまくいって、そうですね。で、2日目が、やっぱりアクシデントって起きるんですね。起きます。この季節で、だからやっぱ風邪ひきやすいですけどね。でもそれでも見事に志望校入ってね。いやいや、たまたまですけど。いや。そうか、じゃあ諦めちゃいけないってことは言えますね。何が起きてもね。私は個人的にはもう手の指先が冷たくなっちゃって、手袋持ってかなかったんですよ。それでもうそれだけ聞い取られて、字は書けない、頭回んない、もともと回んないんですけど、それでもう、このだからポケット回路だとか、この季節じゃないですか、やはり先を温めるっていうのは大事だなっていうのはね、思いました。高校受験の時にね、そんな思いもしてます。さて、新型コロナ、そうだ、今ましてや新型コロナウイルスもありますから、新型コロナウイルスのオミクロン株の感染急拡大で、この検査体制の逼迫が深刻化しています。医療機関の発熱外来では、患者の増加に短時間で感染の有無を確認できる抗原検査キットの在庫、これが追いつかず、優先順位をつけて断るケースが出ていると。マンパワー不足も重なって、診断の遅れが治療の遅れにつながる懸念が拭えず、現場の医師らはジレンマを抱えています。あるクリニックでは、医薬品卸売業者からこれまで使っていたメーカーのキットを用意できないと言われ、別メーカーのものも頼んでいますが、少量ずつしか確保できていないと言います。軽い喉の痛み程度では検査を断ることもあるということなんですが、この抗原検査キットの不足が深刻化というところですね。こういう状況なんですね。いや、なんで準備してなかったのかなとしか言いようがないですよね、これはね、本当に。なんか一部の情報だとあるんだけども、滞っちゃってるんだみたいな情報もありますし、それはやっぱり準備不足なんじゃないですかね。そうですね、はい、そうか、あるんだけど滞ってるのもその流通の部分で準備不足ですもんね。いずれにしてもこの準備不足と。で、厚労省はですね、医療機関などに優先供給する方針示しています。ただ、症状があっても重症化リスクの低い人が
医療機関を受診する前に自主的に検査する場合、介護や保育など社会機能の維持に不可欠なエッセンシャルワーカーの濃厚接触者が待機期間を解除する場合にもキットの用途が広がっていて、供給不足の解消には一定の時間がかかりそうだといいます。検査待ちで自宅療養中に無症状だった人が発症したケースもありました。ある病院の院長、渋滞解消の気配がなく車列が伸び続けている状態だと、キット不足もあるがマンパワーも限界に来ていると打ち明けています。人手不足ってのもあるんですね。まあ、あの病院の方はね、はい、あのやっぱり集中してしまうので、まあ、それはあの大変というか人手も足りないと、まあ、あの実際オミクロンにかかっちゃうとやっぱり待機しなきゃいけないっていう人もいるので、まあ、それはもうそういう状況になってしまうということだと思いますね、はいはい。で、新型コロナについてはこういうニュースもあります。厚生労働省、およそ8000万枚の在庫が問題となっている布マスク、いわゆるアベノマスクに関して2億8000万枚以上の配布希望が寄せられたと発表しました。全国からおよそ37万件の申請があったといいます。在庫の 3.5 倍に上るため厚労省は調整した上で3月上旬をめどに配送を始めます。アベノマスクの希望者がですね、ここに来て殺到ということなんですけど、これどういうことなんでしょうね。まあ、なんかこう緊急用でこうね、あの持っておきたいっていうニーズは結構あるんじゃないですかね。それ企業でも自治体とかいろいろとね、はい、はい、よかったですねこれね。いや、あのね、あのメディアではね、これちょっとややバカにされてましたけど、するような人も多かったですけども、まあ実際作って別にね、あのなんかで使われるんであれば全然問題ないし、ね、これはやっぱりよかった。まあ別にあのこう批判は何だったんだっていう気がしますが、はい、まあ、単に安倍政権を批判したい人が、まあ、ちょっと面白おかしく言っていたっていうことなんじゃないかなというふうに僕は思ってますけど、またこの在庫がね、その保管している場所のこの費用もかかるんだみたいなところまで言われましたけども、うん、まあ、この蓋開けてみたら皆さんにあの希望があればって言ったら、在庫の 3.5 倍の希望者が出たという、うん、まあ、こういうニュースですね。また飲み薬に関する話もあります。塩野義製薬、開発中の新型コロナウイルスの軽症者向け飲み薬の最終段階の治験について患者に実際に投与したデータ初めて公表しました。前半部分のデータで飲み薬を投与した患者は、偽薬、偽薬ですね、偽薬の患者と比べて体内でウイルスの量が低下するのが早かったといいます。感染性のあるウイルスが検出された人の割合は3回投与後、飲み始めてから4日目のこの時点で偽薬を投与した人に比べて6割から8割減っていたとしています。まあ、今回のデータについて塩野義製薬、人に対する有効性が確認できたと説明していて、早期のこの承認申請を目指したいとしています。国内での飲み薬の開発状況です。まあ、これは村上さんはどうご覧になってますか。まあ、ようやくだなっていう、はい、まあ、でも、まあ、海外の方はね早いんで、そちらの方の承認の方が早く進んじゃったんで、まあ、あのね、日本メーカーも頑張っていただきたいなと。そうですね、一日も早くですね、はい、はい。時刻7時15分です。今朝のコメンテーターはエコノミスト村上直樹さんです。ニュースピックアップ、今度はこちら。日経新聞、3回目接種推進力欠く。新型コロナウイルスワクチンの3回目接種のスピードが上がりません。政府が昨日公表した接種者数408万人と全人口の 3.2% でした。この日には自衛隊による大規模接種会場を再開しましたが、受け入れ可能人数従来の5分の1です。自治体や診療所での対応の鈍さ、国民の副反応への懸念もあるということです。3回目接種、18歳以上で2回目接種から6ヶ月以上経っていれば利用できます。居住制限設けていません。防衛省のホームページや対話アプリ LINE を通じて申し込みます。でワクチンはアメリカのモデルナ製を使います。防衛省、昨日2月7日から13日接種分の予約受け付けたところ、全部で1万5000人ほどの枠が15分で埋まったといいます。計画通り進めるには2月に1日100万回を超える接種、これが必要と言われているんですが、推進力を欠き、実現は見通せない状況だということです。まあ、このスピード具合ですけれども、村上さん、これはどういうふうに
お考えでしょう。まあ、これは菅政権は、やっぱり菅さんが菅前首相がやると言ったら、やっぱり実現しましたからね、はい、まあ、今の岸田政権はやる気がないということなんじゃないでしょうかね。あ、はい、まあ、その岸田さんがやれって言っても周りが動かないっていうことなんですか、これ。いや、でもこれはね、菅政権はできていたので、はい、そこはまあ、リーダーシップというか、あ、まあ、あるちょっとこうやっぱりそのもちろん官僚組織にはこう負担をかける部分はあると思うんですけども、はい、やれと言えばこれは行政が動ける部分はあるっていうのは、菅政権がちゃんとしっかりと示してくれたんで、まあ、ちょっとねそこは甘すぎるから、まあ、逆にだからもしかしたらその世論調査でね、はい、まあ、既存メディアがこう批判しない理由になってるのかなと僕は思ってますけどね。少しこの皆にこういい顔して、霞が関にもこう負担をかけないようにしてるっていうことが、まあ、それがいろいろ安倍さんと菅さんとは違うんで、まあ、ちょっとこうバックアップ、官僚組織のこう、はい、バックアップを得てるっていう部分はあるかもしれないですね。はい、で岸田総理、2ヶ月ぶりに再開した東京の自衛隊の接種会場を視察しました。記者団にこう言いました。高齢者以外の一般の人でも接種券があれば予約できる体制を作った。今後どんどんペースアップしていく。去年夏の感染拡大の第5波の際は重症者や亡くなる人も多く、国民の危機感も強いものがありました。一方オミクロン株はですね、重症化率が低いとされていまして、感染力は一方では強いと。隔離される感染者や濃厚接触者が多く、医療機関や保育などのインフラは混乱しています。で、人命という面でも社会生活の観点でも追加接種の重要性は高まっていると言われていまして、まあ、国自治体の本気度が問われているというわけですけれども、日本の医療体制ですけれども、これは村上さんどういうことをお感じですか。いや、まあ、あまりね、国際的にはその患者、はい、感染者が多くないのに、すぐこう医療体制が逼迫するっていう、はい、まあ、この問題っていうのは実は、まあ、菅政権はそれでがうまくできなかったってことがあると思うんですけども、はい、まあ、正直言って岸田政権になっても全然そこは改善してないっていうことだと思うんですね、はい、まあ、ですから、まあ、実際そのほら病床の数増やすと言っても、これ増やしたかどうか全然分かってないじゃないですか。そうですね。で、これ、で、さっき要は逼迫、使用率が 50% いくと大変だって言ってますけど、はい、じゃあもともと増やしたのかと。はい。増やしてないのに 50% いったら大変だって、それって要は、ずっとこうね、政権発足してからやることやってないからだっていう話になると思うんで、まあ、そこをね、はい、なんかごまかしたままなんかこう大変だ大変だってこう騒いでるような気がしてならないんですよね、はい、最近の動きを見てると、はい、まあ、これも私の記憶が正しければなんですけども、昔というかちょっと前に岸田総理はですね、デルタ株の2倍ぐらいの感染力でも対応できるくらいの医療体制を作っておくみたいなことを、はい、それはおっしゃってるんですよ、ね、やると言ってるんですけども、ただ実際にそれやるには法的な措置も必要ですし、はい、まあ、あとやっぱお金もつけないといけないと思うんですね、はい、でそこを結構曖昧なまま単にこうなんか見える化するみたいな、いや、その病床の状況をこうネットでこう全部こう見れるようにするっていうことしかやってないんですよね。でそれも実は東京だとうまくいってないっていう報道もされてましたし、はい、まあ、おそらく事態は何もこう改善してなくて、まあ、そのワクチンのね、その問題、こう遅いっていう問題についても、もともとその在庫にあったのにそれを出してなかったってこともありますし、まあ、ここはやっぱりやることやってないんじゃないかなっていう気がして僕はならないですけどね、今の岸田政権のこの対応に関しては、はい、続いてはこちら、日本経済新聞、ユーロ圏急減速 0.3% 成長。 EU ヨーロッパ連合の統計局、昨日2021年10月から12月のユーロ圏の実質域内総生産 GDP が速報値で前期に比べて 0.3% 増になったと発表しました。新型コロナウイルスの感染の再拡大に伴って回復に急ブレーキがかかりました。こういう形です。で、供給もサプライチェーンの乱れを背景にドイツはマイナス成長に転落、先行きも不透明感が増しています。
ユーロ圏の成長率年率換算でも 1.2% にとどまります。21年10月から12月に前期比の年率で 6.9% の高成長を確保したアメリカ、こちらとは対照的にヨーロッパ経済の回復の弱さが目立っています。10月から12月期国別で見ますと、最大の経済大国であるドイツが前期比 0.7% 減となり、3四半期ぶりのマイナス成長となりました。フランスは 0.7% 増、イタリアはですね 0.6% 増、ユーロ圏以外の加盟国含めた EU 全体では 0.4% 増となりました。急ブレーキの主な要因は新型コロナの変異株でありますデルタ株がまず拡大し、12月頃からはオミクロン株が広がり始めたことと、各国がワクチンを接種していない人を対象に行動制限を強め、ドイツなどで個人消費が大きく落ち込みました。レストラン、ホテルといった対面サービスの不振も続いています。ユーロ圏の経済成長減速しているということですが、村上さん、これはどう感じですか？まあ、これは減速なんですけれども、この10、12月期の前の4、9月期、はい、これが先ほどご説明あったようにすごい高い成長だったんですね。まあ、そこから少しこうスローダウンしたっていう程度なんで、まあ、アメリカはね10、12逆に成長率加速して、はい、まあ、少し差が開いたんですけども、まあ、あまりこう減速したことに関しては、まあ、それはいろいろ要因があってそうなんですけども、重要なのは、まあ、我々ね日本の立場からすると、で日本ってまだこれ10、12月 の GDP まだ出てないんですけども、はい、まあ、僕の今手元で計算してるんですけども、まあ、結構伸びたんですけども、ただ、はい、これやっぱりそのコロナの後からねのその景気の回復ってもう2年ぐらい、コロナ後の後からも2年ぐらい経ってるじゃないですか、はい、でそこからどこまで要はコロナの前まで戻ったかどうかっていうと基準で比べると、もうアメリカはもうコロナのもう前までもう GDP 戻っていて、はい、でユーロ圏も実は減速してるんですけども、もう実はコロナの前の2019年の10、12月期まで実はもう GDP に戻ってるんですね。だから減速してるって言っても実は戻っていて、でも肝心の日本は実は全然戻ってないんですよね、だからヨーロッパもちょっと原則心配なんだけども、一番もっと心配しなきゃいけないのは日本の戻りの鈍さの方が僕はやっぱり一番問題じゃないかなというふうに思いますね、はい、人の心配するんじゃなくて、人の心配してる場合じゃなくて自分の心配しろよと、まあ、そもそもその GDP がまだはい、出てないってことも問題なんですけども、日本がねこれいつも統計が出るのが遅いっていうこともあるんですけども、はい、はい、あ、ヨーロッパでアメリカはもっと早いんですね。もう出てるんですね。これヨーロッパに出たじゃないですか、はい、でアメリカも先週出てるんです、はい、日本だけなぜかその今月のこの半ばに出るんですよ。これも日本の官庁の問題で早く出せよって僕はいつも思ってるんですけども、今村上さんの話聞いて、はい、考えてみればそうですよね。いや本当これやっぱりこうアメリカの基準に揃えないと、僕は投資家の世界にいるんで、はい、もう誰も日本のことをただでさえこうプレゼンス落ちてるのに、はい、これますますね日本の統計の問題、まあ、問題いろいろなってますけども、この GDP の、ね、統計の発表が遅いっていうのもねすごく大きな問題で、これやっぱりその出ていれば、あ、日本がこれだけ遅れてるっていうのはより分かるわけですよ、より早く、はい、でそれをこうずっとこうやってこないっていうのはこれはもう日本のね経済官庁の問題だと思いますけどね、はい、まあ、一方で中国みたいに早すぎるっていうのも問題なんですか、まあ、中国の早すぎるのはあれはちゃんと推計してないだろうっていうのはまあそれは分かってるんで、まあ、そこは相当割り引いてみなきゃいけないと思いますけどね、まあ、とにかく自分のとこ心配しろ、はい、ということですね、はい、エネルギー価格の高騰も影を落としていると、まあ、こういったヨーロッパの天然ガスの価格12月に一時20年の末の10倍近い1メガワット時あたり180ユーロ台まで上昇したと、まあ、このエネルギーの価格の高騰というのも今後影響を与えていくということの一つにはなるということですね。そう なってますね、ヨーロッパに関しては、はいはい、続いてはこちら、読売新聞、60億半年で2度緩和。日本銀行は昨日2011年7月から12月の金融政策決定会合の議事録を公開しました。東日本大震災から回復途上にある日本の経済にヨーロッパ債務危機の影響が及び、超円高、電力不足など60億に直面した日銀は半年間で2度の追加金融緩和に踏み切りました。まあ、しかし市場の体制は小出しと受け止めて円高基調は変わりませんでした。60
19、これは日本企業の国際競争力の低下につながる国内の構造的な課題とされた項目、東日本大震災の後超円高、2つ目が高い法人税率、3つ目貿易自由化の遅れ、4つ目が労働雇用関連の硬直的な規制、5つ目温暖化対策などの環境規制、そして6つ目福島第一原発事故を契機とした電力不足、これを69と呼んでいるわけですが、当時の69、これはどういうふうに村上さん、これ10年前の話ですけどね、はい、10年前ですね、の69と言われたっていうことですけども、はい、でもこれってあの69で大変だったって言われてるんですけども、やっぱり一番問題だったのがやっぱり一番目のやっぱ超円高だったんですよね。これですか、はい、まあ、あともちろんその大震災が起きた後ってすごい混乱して、まあ、電力の供給が止まったじゃないですか、はい、まあ、それもやっぱ震災 のところの問題っていうのはあったと思うんですけども、まあ、69といってなんか大変だって言っても実はあの今振り返ってみるとやっぱり一番大きな問題だったのは超円高だったっていうことだと思いますけどね、はい、はい、で2011年当時円相場1ドル75円台をつけるなど歴史的な円高水準となっていて、このうち8月の会合、政府日銀が円売りドル買いのこの市場介入に踏み切った直後から開始時間を前倒しした上で通常2日間の日程を1日のみに短縮して行われたということですが、まあ当時の円高日銀の政策、村上さんこれどうですか。まあ、これねやっぱりアベノミクスの前のことですよね、まあ、日本が一番、まあ、真っ暗だった時で、この時もやはりその、はい、さっきも69といっても実際に一番重要だったのはやっぱり円高に苦しんでいて、で、なんで円高かっていうとこれはもう金融緩和が不足していたっていう当時のね、状況、まあ円が高すぎるってことは通貨円が高いんで要はマネーの供給が足りなかったっていう、もうそれだけの話なんですけども、まあ、だからその問題っていうのを、まあ、安倍政権になってようやくその、ね、あのいい方向に持ってきてくれたから、まあ、そこからあの10年前に比べると、まあ、かなり良くなった部分はあるということなので、はい、やっぱりこの、まあ、当時のようなやっぱり超円高にならないように、まあ、今後ね、はい、岸田政権なんとかやってほしいなという気がしますね。あ、まあ、今先ほどもねお話ししていただきましたけれども、まあ、円安というふうに呼ばれていて、うん、まあ、1ドル115円今、はい、10銭ぐらいで推移してますけれども、はいはい、ただ村上さんおっしゃるにはこのインフレというものがね、はい、まだまだだと、そう、まだ足りないです ね、まだ足りないから2%インフレにはまだ全然達してないですからね、まあ、そこまであの粘り強くずっとね、はい、金融緩和していくことが重要だということだと思います、ね、今それが大事だということですね、はいはい、続いてはこちら、読売新聞、バイデン氏5月後半来日へ、日米両政府、日本アメリカとオーストラリア、インドの枠組みクワッドの首脳会談の開催に合わせたバイデン大統領の初来日、5月後半とする方向で調整に入りました。バイデン大統領、日本と合わせて韓国への訪問も検討していて、対中国、対北朝鮮政策をめぐる日米韓の連携アピールしたい考えです。日本政府は夏の参議院選挙、国会日程などを考慮してアメリカ側に3月から6月の来日打診していました。アメリカ政府は韓国で新大統領が就任した後の韓国訪問を模索していて、文大統領の任期満了となる5月9日の後に日韓を歴訪する方向で調整しています。日本政府、バイデン大統領を岸田内閣で初めての国賓として迎えることを検討しています。2014年4月にはオバマ元大統領、19年の5月にはトランプ前大統領がそれぞれ国賓来日しています。バイデン大統領が5月後半初来日の運びということですが、村上さん、このバイデン大統領来日どんな点注目されますか。いや、これ岸田さんが行って会ってもらえないんですかね。そうですよね、僕はそっちの方ですよね、そもそもが。だって、まあ、何より重要なのはやっぱりね、はい、日本のリーダーがちゃんと顔を合わせて、話する、結局それが、まあ、ずっとね、行われてないって、まあ、いろんな理由があると思うんですけれども、やっぱそこは結構大きな問題だと思いますけどもね。で結局なん、まあ、来てもらうって、これは要はクワッドがあるから、はい、いや日本単独だともう会う意味ないから、もうクワッドの枠組み、そこはもう極めて、まあ、中国、要は中国しか向いてなくて、はい、で中国をまあ抑えるために何が重要かっていうところで、うん、
まあ、そこでしか結局そのバイデン政権 の, その、ね、外交政策がまあ動いてなくて、はい、まあ、ある意味その、ね、今の日本のリーダーである岸田さんが少しやっぱり軽く見られてるからこういう対応になってるんじゃないかなというふうにまあ思いましたけどね、はい、時刻7時31分です。時刻7時32分です。今朝のコメンテーターはエコノミスト村上直樹さんです。中国3日後開幕する北京の冬季オリンピック舞台に中央銀行にあたる中国人民銀行が発行するデジタル通貨デジタル人民元の使用をアピールしています。スマートフォンのアプリで支払う方法が主と、デジタル人民元中国各地で今試験的に使えるようになっていまして、指定口座を作った銀行からスマートフォンの専用のこの財布アプリに金額をチャージして QR コードを使って支払うのが基本です。デジタル人民元もう試験的に使えるようになっている、この動きどうですか村上さん。まあ、これはね、中国のやっぱ政府当局が進めたいと、はい、まあ、これはあのなかなかね、デジタル通貨みたいなのとその当局の関係って難しくて、まあ、あのやっぱり中国の場合はやっぱりその政府が主導して入れて、まあ、ある意味その監視国家として、はい、要はお金の流れを全部こう掴む道具にしたいっていう思惑が多分あるんで積極的に やっていって、であと、まあ、オリンピックを機に広げて、まあ、そこのその技術的にね進んでるんだっていうのをアピールしたいって、まあ、そういった多分思惑があるんでしょうね、はい、でこのアプリに加えて今回のオリンピック会場で初めてカードなどの非接触型の運用も始まりました。中国がデジタル人民元進める背景、まあ、先ほど村上さんにもお話しいただきましたけども、やはりまあ国家がこうね見ていたい監視していたいと強いんでしょうね、あのデータとして持っておけ、ますからね、はい、まあ、そこはやっぱりその、まあ、こう中国だからできる、まあ、政策というか、まあ、そういう動きなんだなという気がしますけどね、また北京オリンピックに関しては、はい、あの健康診断というか、はい、その選手だとか関係者海外から入ってきた人がアプリケーションを入れてそこにこう入れてくださいね、はい、みたいなものが盗まれてんじゃないか情報みたいな、ね、まあ、あのそれは情報は、ね、簡単にもしかしたら抜けるかもしれないですよね、心配ですけどね。だからね、はい、その日本から行く人でも全員とは言いませんけれども新しいスマホとかパソコンの中にそれだけを入れるみたいなね、はい、そういう対策が必要なんじゃないかみたいなことも言われてますけども、うん、いや、 やっぱり情報の世の中ですねこれね、それも抜くという、はい、そういうあと監視という意味ですね、はい、そうですね、はい、今朝のコメンテーターアセットマネジメントワン株式会社シニアエコノミスト村上直樹さんにお話しいただきました。村上さんありがとうございました。ありがとうございます。この後は武田鉄矢今朝の三枚おろしです。